おはよう、こんにちは、こんばんは。アンニョーン。アイズワン、ワンリーダー、アクト4。日本での発売が、先週、ちょっと遅かったので、日本で一番有名な音楽情報サイト、オリコン、12月20日、日曜日、洋楽アルバムランキング、一緒に確認しましょうか。第5位、ガッセ。バーツオブラブラストピース。名前は知ってます。日本の若い女の子に人気ですね。そのぐらいの知識がないです。第4位、 BTSB。 本当に日本で人気があります。僕の中でね、 K-POP で男性といえばアイコンかビッグバンが浮かぶんですよ。昔聞いてたから。第3位、 A-BORDER。 来年はもっと人気が上がりそうですよね。注目です。第2位、 IZONE、 ワンリーラ、アクト4。 IZONE がね、2位です。ニューって書いてあるから、新しくね、 IZONE がランクインしたんですね。初登場で2位は、すごいと思います。オリコンでアルバム売れてますね。これは嬉しい結果ですね。1位は NCT レソラス。日本人メンバーユータが入ってるんですよね。日本で一番有名な音楽ランキング、オリコンでIZONE初登場2位でした。これはね、素晴らしい結果ですね。 V ライブとか仲良くて楽しそうなのが見ててすごい伝わってくるし、それを見てると僕までも楽しくなるし、 IZONE は体の一部ですね。みんな間もなく今年1年が終わろうとしてます。 IZONE にとってコロナで活動がね、制限されていましたけども、12月、輝かしい活動が遅れてますね。僕も楽しい12月が遅れてます。クリスマスイブは7時。今からラーメン食べに行こうかなって思ってます。もちろん一人です。よかったらチャンネル登録お願いします。僕と友達になりませんか？一緒にアイズワンを応援していこうね。ファイティン。それじゃあみんな、またね。バイバイ。